2015年6月19日、中国湖北省武漢市で、高速道路に設置された監視カメラに、右手で助手席の女性を抱き寄せ、左手のみでハンドルを握って運転していた男の姿が映っていた。21日付で、蘇天都市報が伝えた。湖北省交通警察、江山大隊によると、19日午前9時57分の監視カメラ映像に、車線をはみ出して走行している青い国産車が映し出された。運転手の男性は、右手で女性をしっかりと抱き寄せており、片手運転をしている。後部座席には、他の同乗者がいた。この運転手の行為は危険運転に相当し、2点減点、200元、約4000円の罰金が科せられる。この報道に対し、中国のネットユーザーからは、以下の反応が見られた。運転中もくっついていたい相手なら、絶対奥さんじゃないよな。これで奥さんにバレるぞ。もし事故でも起こしたら、大変なことになる。こういうのが、かっこいいと思ってるんだろうな。この運転手は。他の同乗者って？この映像を見つけた警察官に敬意を払いたい。罰が軽すぎ。高速道路だろ？危ないじゃないか。イチャつくなら別のところでやれよ。